ここは日本。さまざまな文化が混在する国家。文化はその土地の環境に合わせて古来から続く習慣のようなものだ。昔からそこに住む人々には遺伝子レベルで唯一無二の文化がインプットされている。音楽もその一つであり、さまざまな楽器で奏でる無数の音楽は廃れることを知らない。現代においては国際交流をきっかけに外国の音楽を耳にする機会が格段と増えた。古来から受け継がれてきた音楽は多様化が進み、伝統を受け継ぐこと、そして変化させることがこれまで以上に必要とされている。歴史的に重要な時代であることは間違いない。音楽はさらに広く人々に認知されるだろう。さて、2019年は平成の年号も終わり、次の年号はペガサスに決定したことは周知の事実である。その時代に私たちは何をすればよいのか、今日はそちらをお伝えする。それはチャンネル登録。そう、この変化の早い時代に乗り遅れないためにするべきことは、このチャンネルを登録することである。なぜなら